今シーズンから J3 で戦う愛媛 FC。 チームは J3 優勝、1年での J2 昇格を目標に掲げています。開幕戦まで3日となった昨日の練習でひときわ存在感を放っていたのが、元日本代表の森脇亮太選手。15シーズンぶりに愛媛に帰ってきた森脇選手は、早速持ち前の明るさとリーダーシップを発揮。そんな彼にチームが用意したポジションが、いいやつ、いいじゃないですかね、違うの、そういう感じじゃなくて、いいやつ、いいね。チームにポジティブなエネルギーをもたらす存在として新たに設けられたポジティブエナジャイザー、チームの旗振り役を担います。非常に貴重な、存在というか、技術だけじゃなくて周りに影響を与えるという意味ではかなりチームとしても助かっている部分では。35歳のベテランとなった今も持ち前の攻撃力は健在。ディフェンダーながら攻撃の組み立てに加わり、機を見てゴール前に飛び込みます。石丸監督のサッカーっていうのはね、サイドバックも攻撃力が、また得点が求められる、僕自身もそのスタイルは合ってるのかなと。シーズンが始まって、もし試合出ることがあれば、どんどんゴールに絡むような、そういうプレーはお見せしたいなっていうふうには思ってます。愛媛 FC はあさって日曜日、ニンジニアスタジアムでカターレ富山との開幕戦に臨みます。躍動する情熱的なシーズンをね、ファンサポーターの皆さんにはお見せしたいなと思ってます。一方、こちらは J2 昇格に向け3度目の J 開幕を迎える FC 今治。開幕戦をあさってに控え、今日はウォーミングアップで汗を流した後、試合形式の練習で連携などを確認していました。今シーズン加入した中川和樹選手や細川淳也選手、また去年高卒ルーキーながら3得点を挙げた高瀬大成選手、新田高校出身の近藤高虎選手など、愛媛勢の活躍にも注目です。 FC 今治はあさってホームで福島ユナイテッド FC と初戦を戦います。